主語を中心に述語を揃えるというところです。こちらでも例題をご用意しておりますので積極的に取り組んでいきましょう、はい、前田先生よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。一つの文には一つの要素にしましょうということを何度もお伝えしてました。で、今度は今までは述語を中心にちょっと見てきたんですが、主語を中心に述語を考えてみるとどんなふうになるかなというところを見ていきたいなと思います。一つ目は主語が2つ以上の述語を持たないようにしましょうということです。例文をちょっと見ていただきたいんですが、人生で大切なことは自分自身で成し遂げたいと思うことが見つかるかどうかで、たくさんの本を読むことは重要だ。これもちょっとどうでしょうね。どこが違うのみたいな、はい、まあこれでも話は十分通じるところがあると思うんですね、うん、で問題のところっていうのはここ、はい、人生で大切なことは見つかるかどうかだ、うん、で人生で大切なことはたくさんの本を読むこと、たくさんの読むことは重要だって、ここのかかり具合がたくさんいろんなところにつながってますよね、はい、でここのところは、まあ、以前も言いましたけれども、この「は」っていうのは直近の述語のほかに遠い述語もこうかかるんですよって申し上げたと思うんですが、はいはい、そこも話が出てるんですけれども、はい、ここは今回はここの「大切なことは見つかるかどうかで」で、はい、また「でも」ついてるんですね、うん、たくさんの本を読むことは重要だという、はい、ここのところのかかり具合がちょっと、うん、なんとなくこうボタボタとモタモタとしてる感じがしませんか。こうやって見るとちょっともやっとします。そうですね、うん、でこれを少し分けて考えてみたらどうかなっていうことです、うん、つまりここで言いたいのは、これを分解すると、人生で大切なことは自分で成し遂げたいと思うことが見つかるかどうかだ、これが一つですよね、うん、でもう一つはたくさんの本を読むことは重要だと、これを言ってるわけです。じゃあこことの要素は2つ今分けられました。このつながりをまとめればいいことになりますよね。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。